さあ、罰という問題ですがね、これは仏様が罰を与えるというふうに取るのは大間違い、ね、罰というものは自分の持ってきる運命が出るもの、ね、罰を与えるとかなんかいうことをよく言うとおりますが、そんなもんじゃないんだ。罰というのは宿業のことだ。自分の身に持ってるものが出るんだ、ね、今朝便所行ったらうんこに当たったなんて言うやつは誰まで あら、体にあるものが出た。これらちょっと正面に見て当ててくるからな、なんてさ、いやしない。あれ、自分の身に合うものが出るんです。それを罰とも宿業とも言うんです。ね。そんなものはあんた人に当てられてたまるものか言って。なんぼ仏様まで罰なんか与えるわけねえよ。ただ出るだけのこと。ね。うんこに当たったのなんか聞いたことない。自分の身にあるものが出たんです。ご本尊持ってると軽く出るんです。ね、山を登ったものは必ず降りねばならぬと大臣がおっしゃっています。過去世に持ってきた宿業は必ず出さねばならぬとおっしゃっています。ですから、罰というものは我が身にあるものが出るんです。それは軽く出るのがこの仏法の極意なんです。ですから、おそらくあなたが受けた運命というものは、今は苦しいかもしれませんが、私は軽いもんだと思うとおります。もしそれが、このご恩を受けなかったら重く出るんじゃなかったかと私は思うのです。このご恩様をいただいておりますれば、出るのは軽く出るんです。ですから、今でも私は軽いのではないかと思います。この片腕を取るという。ね、これ取られたでしょうがない。それは小指一本取られた。その代わりに。ところが、これを取られるということを知らない場合にはですね、なんだ、ご恩のほうがあんた小指取られたじゃねえか。バカな話ねえじゃねえか。こういう。ね、しかし、これを取られるということが分かっておって、これを取られたんなら、ああ、助かったとこう思うんです。そこだ。これ、天寿啓示訪問っていう。そういう訪問の理がありまして、私は今のご質問の方はですね、それでも軽く受けてるんじゃないかとは思うのです。